しもし。どうも。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃいませ。え、聞こえますかね？もしもし。どうも。こんばんは。どうもこんばんは。もうね、クレイマーで行こうかなと思います。んで、サブ武器に、流骨つけといて、ちょっとね、重いんだけど、もうしゃあないかなと思います。多分ね、流骨で行くと火力低いし、まあ割となんか、面倒な気がするから、いいかなと思って、ます。で、ちょっとね、マラソンをしよっかなと思ってて、やらんといかんのが、下ネタ連続？なんか、下ネタなんて言ったっけ？言ってないよ、下ネタなんて、わし。何の、あれ、とりあえずやらんといかんのか。いや別にハベルの指はいらないよ。なんで。ミシェルさん、メンソレータムさん、6個目さん、7個目さん、デブさん、トシ好き好き愛してるさん、14個目さん、19個目さん、いちぐさんいらっしゃい、25個目さん、りょうさん、トシ本物さん、あ、柴田さん、34個目さんいらっしゃい、35個目さんいらっしゃい。あ、おやすみなさい。あ、ありがとうございます。とりあえず、で、一応説明しとくと、流骨、うちのチームが、なんか急遽、流骨の、この昇竜拳縛りになって、なので、そのためのキャラ作り直しをしております。ため長いんですよ。だから与えるの結構ね、きついかなと思って。まあ一周目だったら多分ね、体力ここまであれば、まあ、死ぬことはないんだけど、41個目さん、ブタマンさん、ハグされたいさん、ヒルロさんいらっしゃい。2周目だから、まあ多少攻撃力上がるでしょう、相手が。どうかなと思って。でね、とりあえず今のこのキャラも、とりあえずちょっと作ってみた感じで、火力がいまいちであれば、ちょっとね、考え直さないとまずいんじゃないかなと思ってて、とりあえず作りたい、作ってしまいたいので、ちょっと作りますね。まあ、間に合わすよ、大丈夫だよ。最悪、まあ、とりあえずこのキャラ作って、
多分ね、タイムをそこまで求めないでいいのであれば、別にこのキャラでいいと思う。だから別にこれで行くでいいんだけど、ちょっと納得いかんかったらちょっと作り直します。のでとりあえずね、ちゃっちゃと作りたい。56個目さん、いらっしゃい。求めるから、いや求めるの求めるのですか。昇竜拳もあるかな。そしたら、もしそれだったら、じゃあ大力があった方が多分早いかな、ボス倒すのに。大力あった方がいいかな。いやでもね、最初のあれ誰だっけ、あのロンのボス、オンスモさん、オンスモさん2周目だとね、割とね攻撃力高いから死なないように。あ、これ死ぬんちゃう？大丈夫だった。ゼンフォーマーさん、お手ありがとう、いらっしゃい。一蘭さん、いらっしゃい。79個目さんです。あ、もう DLC は行って現場取ってきたから、とりあえずね、これ、ダガー縛りっていうのがあって、罰ゲームで。で、ちょっと炎のダガーを、とりあえずちょっと作ろうかな、みたいな、ところですね。79個目さん、80個目さん、いらっしゃい。いや、ね、そう、なんかね、罰ゲームがあって、罰ゲームになったら、ダガー縛りになるんですね。よいしょ。これ、2キャラ目作り直してるやつですね。あれ、今どこに向かってるんだっけ？とか、そもそも転送できるか、転送で来ればよかったんだ。あれ、あれ、どこに向かってたんだっけ、そもそも。ちょっと待ってね。あれ、思い出せないぞ。アリーナの番人さん、いらっしゃい。あ、そう。ちょっと待って。いや、違う。巨人墓場なんで行く必要があるの？あれ、何しに来たの？こっちね。ちょっと待って。あれ、なんでこっちに来たの？ちょっと待って。今必要なのが、炎の原盤一つと、そう、だから、竜の鱗と、あれだから、ここじゃない、じゃないの。間違ったわ。間違ったわ。じゃない。意味ない。106個目さん、ルークさん、98個目さん、いらっしゃい。フェルさん、いらっしゃい。こっちじゃなかった。こっちだった。でとりあえずこっち、とりあえずは
どうしようかな、どっちから行こうかな。どうしようかな。最初竜の鱗マラソンしよっか。とりあえずね、竜骨さんをプラス5まで持って行きたいから、ここの人を倒して、んで竜の鱗ゲットします。で、割とね、ここの、この人攻撃力めっちゃ高くて、割とね、死ぬんで、気をつけないとやばい。うつろ行ってない。めんどくさいじゃん、うつろ行くの。うつろはちょっとめんどくさすぎるかな。行かないでいいやと思って。そうだね、多分サンクが一番あれじゃないかな。あ、いらっしゃいいらっしゃい、ナチさんいらっしゃい。うん、一旦ここでかかりますね。そしたら寝るなよって、仕事があるから寝ますよ。明日だって仕事だし。てか毎日遅すぎて困る。あ、どうもいらっしゃい、ペスさんってありがとう、いらっしゃい。仕事忙しすぎて危なーい。仕事忙しくて、ただね、今日は初日じゃないですか、年明け。初日だから、ちょっと一応挨拶回りというか、お客さんのとこ回って、で、それで、ちょっとだけなんか仕事して、あとはもう今日はしんどい、帰ろうと思って、7時ぐらいに帰ってきた。営業じゃなくて今ね、自営業なんで、全部兼ねてます。従業員は一人しかいないんですけどね。私一人ですけど今ね、自営業なんですよ。いやそうやおやじゃないわ。いやでもね、一応そのお客さんの会社に常駐させてもらってるんですよ。だから一応扱いとしてはそこの、ま、社員さんと同じような感じで扱ってもらってるんだけど、まあなんて言うんですか、厳密に言えば私は個人事業っていう感じです。もう金蛇ついてるよ。そうなるのかな。人に親方だ。色々ですね。職人って何？
人親方って何？いやー出ないね、うろこ。うろこさん出て。いやでもこの前ね、割と出たんですよ。あ、そうだね。あのそれよりもね、あのあれあれが大変でしたよ。あのあれあれあれが大変でした。あれ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 だよ、あれあれだって、あのあれあれですよ。普通に勤めてたら年末調整してくれるでしょ。じゃなくて、あの自分でやらんといかんでしょ。すごいめんどくさかった。税務署行って、でなんかわからないんですけどって言って、なんかよ、そうそうそう、確定申告がなんか横にね、なんかその専門の人がねついてくれてるんだけど、もう全然わかんない、よく全然意味わかんなくて、すごい大変だった。あー出ないね。あ、こんばんは、いらっしゃい、ココチュンさん。あー、よいしょ、あ、死んでった。うろこがうろこがうろこまで落とすな。レベル今77だよ。取りに行った方が早いかな。え、でも結構めんどくさいでしょ。落ちるわ、あそこ落ちるよね。じゃあ本当に本当落ちるわ、あそこ腹立つわ腹立つわ。割と弓矢の方が、そうそうそう、流骨の拳強化ですね。そうそうそう、ターゲットを使うとくるくる回るし、さっきのは後ろのやつにあのあれされたんだよ、あの押されたんだよ。技量も高いから、このキャラ。おお、痛いじゃない、カボケが。技量も高いから、割とこのキャラがあるんですよね。あれが。弓矢が。ああ。よいしょ。うわ、
が出ないね。竜狩り持ってきた方がいいかな。あの上質キャラだから竜狩りの弓も使えるんだよね。当たらない。シマさん200、5個目さんいらっしゃい。なんか見てる人はね、面白くないんかも。流骨強化するってことは道中も流骨？いや、道中は流骨じゃないけど、一応だって鍛えておいた方が、あれじゃないですか？あの、ボスに当てた時に、少しでも減らしといた方が良くない？そうそうそう。流骨ね、一発当てる縛りなんで、あの鍛えておけば、あの当てた時に減るじゃないですか。少しでも強くしておけばまあいいかなっていう感じ。あ、なんでも、なんか、あ、別にこうやって戻る必要なかったね。まあ、いいや。いや、別に、なんかね、少し思ったのが、あのね、試してみたいことがいっぱいあるんですよ。竜骨初めて使うからね。仮にね、本当に納金にしちゃって、で、竜骨にしたら、割と攻撃力出るんじゃないかなと思って、それもちょっと試したいんだけど、その時間がちょっとないから、とりあえずはもうこのキャラ使うでいこうかなっていう感じです。いや、昇竜拳だけ当てて、あとは、クレイモアで戦います。ただね、あの、クレイモアだと、そこまで火力出ないから、あの、ちょっと悩んでるのがね、あの、ツバイヘンダーの R に一発当てると必ず、ひるむんですよ。オンスタでも、オンスモでも、あ、二人、どっちもね。だから、ツバイヘンダーにした方がいいか、ただ、モーションが遅いから、どうしようかなと思って、ちょっと悩んでるんですね。まあ、二周目、だから、仮に、空振りして、二人の攻撃をいっぺんに食らったら死ぬでしょう。だからちょっとそこはね、どうしようかなと思って考えてはいますけどね。なんかいろいろ試したいこといっぱい出てくる。やったことない武器とか使うとなると、それはそれでちょっと楽しいね。なんか新しい発見にはなったかなと思う。何しようと思ったんだっけ。あ、思い出した。竜狩りの大弓を持ってきて、あれ？あれ？竜狩りの大弓って、何、鍛えられないんですか？使ったことないからね。これもまた。あれ？鍛えられないんだ。知らなかった。あ、鍛えてあった。
書いてあったんだけど。あ、え、5がマックスなの？え、そうなの？え、そうなんですか？もっといけるんじゃないの？え、知らんけど。顎がマックスなんだ、へぇ。大丈夫かとか言わないでよ。大丈夫だよ。あ、でも、矢がなかった。矢がなかったんだけど。矢がなかったんだけど。どうしようもないじゃん。今も。うん、そうだね。ゴーの言う、ゴーの言う意味や。あ、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ポンポンさんいらっしゃい。ことありがとう。ポンポンさんだった。245個目さんいらっしゃい。5号まで、あ、そうなんだ。わかりました。鍛えてあったね。あ、当たっちゃった。あ、出た出た。割と出ますね。あ、わかんない。10個ぐらいじゃない？ 10 個ぐらいでいいと思うけど、知らんけど。そうなんだ。258個目さんいらっしゃい。どこ？よいしょ。もうちょっとね、259個目さんいらっしゃい。ちょっとね、リスナーさんにね、ちょっとだけね、怒られたんでね。ちょっとね、怒られたんでね。261コムさんいらっしゃい。ちょっと